はーい、いくかつです。今回は紐がゴムのように伸びたり縮んだりするあやとりの紹介です。あやとりでゴムを作る方法は3つありますが、今回は2つ目のやり方です。残りの2つも別動画で紹介していますので、今回のゴムができたらぜひチャレンジしてみてくださいね。このチャンネルは保育士、幼稚園教諭の資格を持つ母と子どもの発達、医療の知識を持つ作業療法士の父が運営しています。悩まない子育て、楽しい保育のために情報を配信中です。それではやり方です。両手の親指と小指に紐をかけます。左の小指にかかっている奥側の紐を取ります。取った紐を手のひら側を通って手前側から親指にかけます。その紐をさらに小指にかけます。右手も同様に小指にかかっている奥側の紐を取ります。取った紐を手のひら側を通って手前側から親指にかけます。その紐をさらに小指にかけます。左手のひらの下側の紐を中指で食い上げます。右手のひらの下側の紐を中指ですくい上げます。両小指の奥側にかかっている紐を外します。両親指の手前側にかかっている紐を外します。親指と小指を広げて紐を縮め、親指と小指をすぼめると紐が伸びてゴムの完成です。今紹介したゴムよりも簡単で親指と小指しか使わない初級、ちょっと難しいけどよく伸びる上級のゴムのやり方を別動画で紹介しています。ゴムマスターになりたい方はチャンネル登録しておくと動画の検索が簡単になりますよ。あなたも一緒に悩まない子育て、楽しい保育、チャンネル登録はこちらをクリックです。